チャオ、あっちゃんです。今日9月の24日、土曜日です。ヒカルの運動会やってんけど、雨降ってきて中止になって、でお昼前に中止になって帰ってきて、で車中飯、せっかく弁当作ったから車の中で食べようって車中飯してね、それから家帰ってきて、なんかね朝から早く起きてお弁当作って疲れで動けんくなったん、一気に疲れきたみたいで、でちょっと横になった、1時間ぐらい横になって、やっとね目覚めたっていうか、ちょっと動けるようになってね、ということでね、動けるようになったら何か甘いものをね、あの体が欲してるから、この前あのイオンで買ってきたハワイアンさんの、トロピカルアイスドティー、はい、何なんでしょうね、よくわからん、南国フルーツナチュラルパイナップル&ナチュラルパイナップル&レモンプラフレーバーで、パイナップルとレモンのフレーバーのお茶かな、よくわかんない、よく振ってからお飲みください。はい、では人差し指の爪と親指の爪が何かしらめくれたというか、ちょっとねめくれかかってすごく痛いね、これなんか汚いの、こんなね濁った茶色の、あーお茶の匂いがする。では飲みたいと思います。美味しい、これあの甘い紅茶で、レモンティーやね、普通にパイナップルがちょっと薄いけども、後からパイナップルの味がする、美味しいよこれ。結構ね外国のジュースって微妙なのが多いけど、これ美味しいよ、飲んでみる、しんどいわ今日。でもどう味、どう量、どう、まあやな、普通やな。しかるどう、お茶、お茶やね。まあ、そんな感じでね、ちょっと甘さが強い、甘すぎるかなっていう感じやけど、味は美味しいよ。で、ハワイアンズさんトロピカルアイスとティー、カンカンがねこんな水色のトロピカルで、パイナップルとレモンの絵描いてあって、こんな感じやねんけど、すごく普通に甘い紅茶です。はい、あのミルク入ってない、レモンティーって感じ、です。まあ、これあのカンカンのパッケージちょっと買おうかな、どうしようかなって躊躇してんけど、味は普通でした。はい、これは普通におすすめです。美味しかったです。はい、これ127円ちゅうたかな。トロピカルアイスティー127円でした。はい、127円、普通の缶ジュースと変わらない価格で、はい、また一度よかったら試してみてください。これは普通に甘くて美味しかったです。はい、では、ちょっとね、目を覚まして、お昼ね、今日はね半日だけ光が運動会して、で、明日明後日休みで、火曜日またね運動会やるみたいで、多分保護者の人もねみんなお仕事であんまり見に行かれへんとは思うけど、来てくださいねって言ってたし、さっきメールが来たんよ、だからまた火曜日ね天気が良かったら行けたら見に行きたいと思います。今度はねお弁当なし、給食が出るから、それでお弁当作らんくっていいから、
朝から見に行けたら行ってあげたいなと思ってます。はい、ということで、今日のあちゃんのお昼のやつ、ハワイアンさんトロピカルアイスとティーでした。ではまたね、バイバイ。